はい、こんばんは。今ね、ちょっと雑談なんですけど、今ね、日本シリーズをやってますね、プロ野球の。第4戦でね、こんなことがあったそうです。ヤクルトのね、青木選手が自らファール申告で、四球取り消し、四球ってデッドボールですね、取り消し、球審も驚くフェアプレーに場内拍手。ということで、場内からは拍手がということなんですが、僕が、この時点で、キャッチャーだったとしたらですね、僕はリトルリーグという少年野球でキャッチャーやってたんですが、キャッチャーでしたら抗議しますね。一度球審がデッドボールと言ったのであれば、それはデッドボールです。これ場面がですね、ヤクルト1点リードの7回ツーアウトなんですね。デッドボールで一塁にランナーが進んだとして得点できる可能性は低いです。しかしね、内角を攻めて、ファウルであると、デッドボールではね、ファウルであると申告して次に来るボールは甘いボールになる可能性が高いですよね。結果的にはね、ショートゴロに青木選手倒れたわけですが、青木選手はホームランが打てるバッターです。自分が一塁に進むよりも次に来る甘い球を狙って長打を狙うプロですから、高校野球ならね、これでいいかもしれないですよ。しかしプロの球審が一度、デッドボールと判定したのであれば簡単に覆すべきではないですね。これは誤りです。じゃあ逆にね、球審がファウルだと言って、選手の方がね、いやデッドボールだと言って安易にね、その判定が覆るでしょうか。これをね、フェアプレーというふうに捉えるのは、本当に青木選手はね、フェアプレーでだと思って、そのようにしたのかもしれませんが、これは球審のね、まず威厳を落とす行為だと思いますね。球審は安易にその判定を覆すべきではないと思います。ルールというのは、決めるときにとても、難しいものですね。まずルールというのは誰のために作っているのか、それは全て選手のために作っているわけですね。ルールがなかったら、まず公平な試合ができないですね。そのために、ルールを作るために一生懸命、野球のことをね、熟知した人たちがああでもないこうでもない言いながらこう作るわけです。僕はね、その野球のルールを作った人ではないので、分かりませんが、野球というのは、ね、すごく複雑な、ルールがたくさんあります。すごく分かりにくいところではね、インフィールドフライとかね、3フィートラインオーバーとか、これ多分ね、一般の方は理解しがたいと思うんです。なぜそれをするといけないのか、そこにはねいくつか何度かのトリックが使われた結果、そこにアドバンテージが明確にあると分かった場合に作られたルールなんですね。まずそのインフィールドフライというのはこれ説明が難しいんですが、ランナーが一塁にいたとします、ショートフライが上がったとします、そのボールをそのまま取ったらアウトは1つですよね。ところがそのボールを故意に取らずにもう目の前に来てるのに落とすわけです。でそのまま落ちた、これはフェアプレーなわけです。フェアっていうのは、試合続行なわけですね。それを取ってほいとセカンドに投げてそのままファーストに投げればこれダブルプレーになるわけですよ。でこれは明らかに、取れるものを取らなかったという行為なわけですね。でもこれある意味自由じゃないですか取ろうが取る前がしかしながらあまりにそういうことでが多かったんでしょうね。ランナー一塁内野フライっていうケースはまあ多いです。そこで目の前で取れるボールをポトン、セカンドにホイ、ファーストにホイ、アウト、ダブルプレー、これはやはりその美しくないじゃないですか、試合の流れとして。だから、禁止にしたんだと思うんですね。インフィールドフライというのは、ボールが上がって、ショートが捕球体勢に入った状態であからさまに取れると判断した時に、審判がインフィールドフライというのを宣告します。この判断はね簡単なようで難しいです。角度によってはね、あからさまに取れるかどうかというその定義が難しいんですね。しかしながら、塁審、球審、塁審が判断する場合が多いですが、インフィールドフライを宣告するわけです。なのでインフィールドフライが宣告された時点で捕球しなかったとしてもそれはアウトになるんですね。ワンアウトになるわけです。野球というのはね、こういうトリック的なことがいくつか試合の中でね使ってアドバンテージを得ることができるので、だんだんとね長い時間のかけて歴史を積み重ねて、複雑なルールになっていったんですね。なので一般の方が見てて「今のは何がどうなってるの?」って思う、ことが意外とあるスポーツなんですよね。サッカーでは多分ワールドカップが初めて、日韓で行われるまではごめんなさい、僕サッカーあまり詳しくないんですが、なんだっけ、ごめんなさい出てこないですね、なんだっけ、ボールが、相手の選手、の先に落ちてその選手が、例えばドリブルしてシュートっていうことを、禁止してますよね。シュートをする前に、一人いなければいけない、なんて言うんだっけすいません思い出せないですっていうぐらいに、それなりにサッカーを見てる僕でも忘れてしまうぐらいにその簡単なルールなんですけど分かんなくなってしまう。野球の場合は結構、楽しんでらっしゃる人口多いと思うんですが、本当の意味でのルールブックを読んだことある人というのはね少ないと思うんですよ。でキャッチャーというのはね、すっごく面倒くさいポジションで、何をやってもキャッチャーのせいになるんです、これ。練習中もね、まあノックとかやるわけじゃないですか。で外野手がノックでボールを落とすとキャッチャーがバーン叩かれるんですよ。でなんで叩かれるかっていうと、近くにいるからなんですよ。だからね、僕は小学校の頃とかね、本当にもういつも殴られてましたね、バーンバーン。でキャッチャーってね、面倒くさいんですよ。必ず全部のボール飛んでくるわけです、毎回。ピッチャーは大変ですよ、毎回全部投げるんで。でキャッチャーも必ず全試合常にボール飛んでくるわけです。なのでね、すごく疲れるんですよね。ですがとても面白いポジションです。すごくね、こう扇形になってるんですけどね、自分のポジションから見ると、どこか一つを見るのではなくて、同時に全体を見てる感覚で、常に試合を見てないといけないんですね。次のボール、例えば、自分が、外角にサインを出したとしたら、ライトにボールが飛ぶ可能性が高いので、ライトに、どの辺のポジションにいてほしいか指示を与えなきゃいけないんですが、先に指示を出してしまったら、次のボールは外角に来るんだなというのを選手に分かってしまうので、サインというのがたくさんあるわけです。そのサインもね、こう例えばこうとかね、いろいろ決めるんですけど、試合中忘れちゃったりするんですよ。間違えてサイン出しちゃったりして、その結果ね、すごい試合を左右するようなことが起きてしまって、嫌な思いをしたりとかもするわけですよね。なのでね、ここで抗議をしなかったキャッチャーは僕は不思議ですね。青木選手を一塁に歩かせたホールが、ツーアウトですからね、内野ゴロでセカンドでもいいですし、青木選手が盗塁されたとしてもツーアウトで次のバッターを考えても、ファウルということはもう一球打てるチャンスがあるわけですから、これたまたまショートゴロだったからいいですよ。でこれホームランになってたら、これどうするんでしょうね。僕はこれはフェアプレーというのとは違うと思いますね。主審の責任であって、主審はこういったことは安易に曲げるべきではないと思います、はい、だって主審の見間違いなんですから、すぐ目の前にいて、グリップに当たったか手に当たったかを自分は見れませんでしたということをね、言っているわけで、白井球審ね、勉強不足というか実力不足というか。でもね、審判もすっごく苦悩してると思います。自分がそれを 見られなかったことに対してすごく苦しんでると思います。選手がいて、審判がいて、お客さんがいて、プロ野球というのは成り立ってます、これアマチュアだったらね、お客さんもいないですし、まあ、どういうふうに、ルールを変えても判定が覆ってもいいんですが、やはりプロのね、もしか例えば甲子園とか、ね、日本一を決める、そういう場面の場合はね、やはり安易に判定を変える、安易にルールを変えるというのは僕はよろしくないと思います、はい、みんな真剣にやってるわけです。選手も真剣ですし、判定する側も真剣です。これね、誰も責めることができないんですよ。本当にね、こういう記事を見ると、とてもね、自分が、してきた、野球のことにしてもいろんなことに対してもね、思いを巡らせます。はい。皆さんね、自分自身でルールを作ってますでしょうか。僕は自分で自分にルールを作ってます。何を失敗したらご飯抜きとかね、そのようにして自分で自分に対して、ルールを作るようにしています。それはね、日本国という国には法律があって、それは大きなルールなんですが、その中にもね、自分自身でルールを作っていかないと、なかなか自分自身をね、自分で制御するというのは難しいものです。ぜひね、まだ若いね、学生さんだったら、例えば校則に対していろいろ不満があると思いますが、校則に不満を言うのは結構です。そうしたら校則に代わるルールを自分で作ってみてください。それが将来ね、何か物事を決める時の練習になると思います。そんな雑談でした。はい。このプレーはね、誰の責任でもないと思います。場内がね、それで、湧いたのであればそれでいいと思いますが、僕がキャッチャーでしたら抗議します。それは四球にしてもらいます。四球というのはデッドボールにしてもらいます。その方が、ツーアウトの場面から、スリーアウトにできる可能性が高いからです。はい、これはもう以上、僕の意見でした。何かね、違う考え方の人がいたら、ちょっと自分だったらどういうふうにしただろうかでちょっと考えてみてください。そんな雑談でした。はい、竹下敦でした。野球楽しんでください。オリックスもね、なんか逆転したみたいでね、頑張ってますんで、はい、皆さん野球ぜひ楽しんでください。それでは失礼します。